ハレルヤ今日私は創世紀一章6節から8節の御言葉を通して大空の下の水と上の水という題名で御言葉を語りたいと思います、えー、先週に続けて創世紀の内容について見てみたいと思います特に今日2日目です、えー、空を作りそして大空の下の水と上の水と区別されました の本文を見る前にですね先週学んだ内容について見てみたいと思います先週漱石一章一節から三節の御言葉を通して最初の日光を創造された働きについて学びましたこの創世記一章の創造の過程を見るためには聖書がどのような本なのかを悟らなければいけません聖書は科学の本ではありませんしかしサタンはこの聖書を 地上の次元のものとしてこの聖書の内容が非科学的だとかまた前後が合っていないとかいろいろなそういう問題を作りまた非難して神様の子どもたち信徒たちが聖書を信じることができないようにしようとしていますそれがサタンの計画ですしかし私たちはそのようなサタンの計画に えー、惑わされてはいけませんなぜならばこの聖書は科学の本ではないからです人類を救うための本であるということをしっかりと私たちは覚えなければいけません聖書というのは救いの経輪を記録した本であります創世紀一章からハネの目白録まで聖書のすべてはそういう救済史について救いについて記録している本であるからですですからこの本はですね 一つの脈、救い、救済士という一つの脈によって見なければいけません。まず第1日目のこの光というのは太陽がまだなかったわけです。太陽は4日目に創造されました。ですからこの光というのは霊的なものであります。神様の栄光を悟ることのできる光を私たちの心に与えてくださったということです。私たちの中にある闇を、えー、消されたこと。 光を与えられたことを意味しているわけです。この霊的な光を得たのがアダムでした。そしてアダムの後、その子孫たちは光,光と闇を区別するそういう働きをしましたね。ですから、創世記5章を見ると、説の系列と、また、会員の系列に分けられました。創世記4章19節を見ると、神様を捨てて、 去っていたカインはですね、サタンの側につくものとして暮らしていきました。今日私は2日目の想像について、特に大空の下の水と上の水について見てみたいと思います。今日の本文を見ると、大空と語っています。大空。大空を作ったと。この、えー、大空というのはヘ、ヘブル語でラキアという単語です。ラキア。 そのラキアというのはどういうことかというとえ金槌で鉄板のようなものを叩いて平らするということです。平らにすると。ラキアというのはえ平らにするという意味です。空がですね何かに覆われているようにまたえーなっているわけです。そして 空を作り、上の水と下の水に分けられたと語っていますね。空が閉ざされてはいけないわけですよね。申命記でも呪いの中で神様の御言葉を聞きながらも、従わなければ天をですね。聖堂のように覆われると語っています。それで雨も降らず、実りも結ばず、結局は滅びてしまうということを語っている内容もあります。 漱石一章を見るとですね、反復する内容があるんです。例えば、神様は仰せられたと語っていますね。漱石一章を見ると、仰せられたという単語が10回出てきます。また、反復されているのが、想像されてから神様が見てよしとされたという単語が出てきます。見てよしとされた。この単語が7回,7回出てきます。 しかし今日見てみるこの2日目にはですね神様が見てよしとされたという単語が出てきません他の日にちはすべて神様が見てよしとされたという単語が出てくるわけですしかし2日目には見てよしとされたという単語がないんですねなぜでしょうか、えー、この 正確,の正確な答えを知ることはできないかもしれませんけれども何か問題があったからこそそうやって記録されなかったということを私たちは見ることができるわけですねではこの大空の下の水と上の水を区別されたということがどのようなことなのかを一緒に見てみたいと思います皆さん大空の上にも水がありますか空中にも空気にも水分はありますよね皆さん 特に天に空にある雲も雲も水がありますしかしこの空の水というのは純粋な水でありますきれいな水なんですねしかし下に降りてくるこの水というものは汚染されている水です汚い水なんですね純粋な水ではありませんでは一番目に 水は何を象徴しているのかを見てみたいと思います。1番目、水は何を象徴しているのか。まず、この水は御言葉を象徴しています。水というものは御言葉を象徴していると。エペソビトへの手紙、5章26節を見ると、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとすると語っていますね。 水の洗いを持って、御言葉によって清めると。ですから、御言葉が水なわけです。水が御言葉です。御言葉を意味しています。特に、イエス様はサマリアでですね、スカルの女に会われたときに、私が命の水を与えるものだと語られました。 ヨハネ4章14節を見ると私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出るんですと語っていますね本当にイエス様はえ水を飲むそういう目に見える水を語るわけではありませんよね私が水をくださる与えると言ったわけですから この女はですね、先生、何か組むためのものが必要じゃないですかと語ったわけですよね。しかし、イエス様はそういう水で本当に飲む水を意味するのではなく、霊なる水、永遠の命の御言葉を意味していると語っています。それで、この女は結局、この泉のところに、 泉を組み上げるために来たわけですよね。下の水を汲むために来たんですけれども、上の水を飲む祝福を受けました。私たちも大空の上の水を飲む浸透にならなければいけません。しかし、この地上の下の水はですね、汚染されている水です。ヨハネ,ヨハネの目白く、 17章15節を見ると、えー、見つかいはまた私に言ったと。あなたが見た水、すなわち、インプが座っているところは、もろもろの民族、群衆、国民、国語ですと語っています。インプが座っている場所が、その下の水ですね。その水がもろもろの民族であり、群衆であり、国民、国語だと語っています。この国語、言葉ですよね、言葉。 ですから、大空の上の水は神様の御言葉であり、また、大空の下の水というのは人々の言葉を語っているわけです。人々の言葉、人間の哲学、教え、教訓、そういうものを言葉を意味しているわけです。思想、そういうのが全て天大空の下の水なわけですね。ですから、殺さえ人への手紙に小波説で、 あの虚しい騙しごとの哲学によって誰の取りこにもならないように気をつけなさいと語っています。それは人の言い伝えによるものであり、この世の幼稚な教えによるものであり、キリストによるものではないと語っています。シトパウロはこの大空の下の水について語っています。哲学、また言い伝え、また幼稚な教え、そういうのを たどってはいけないと私たちは神様の御言葉キリストを追わなければいけないと語っていますですから私たちは今この世の中に立って暮らしていますけれどもこの世の中の水を飲むのではなく天にある大空の上の水を飲まなければいけない命の御言葉を飲んで歩まなければいけないことを意味しているわけですまた2番目に水というものは 人を意味しています水が人を意味することもあります人、えー、人間の体も約70%が水分だと言われてますよねまた韓国語ではあここに行けば水がいいというんですね水を意味するのではなく人を意味しています 先ほど、目視録17章15節を見ても、水は民族であり、群衆であり、国民であり、国語だと語っています。民族、国民、人ですよね、人。ですから、大空の下の水、この下の水というのは、下に属している水人を意味しています。しかし、その反面、大空の上の水というのは、上に属する。すなわち、天に属する。 人もいいるととうことです第一コリント15章47節を見ると第一の人は地から出て土で作られたものですが第二の人は天から出たものですと語っています第二の人はイエス・キリストですよね第一の人はアダムですアダムは土から作られたものですけれどもイエス・キリストは天から出たものだと語っています 大空の上に属する人だと語っているわけですね。それで終わったら私たちは悲劇です。希望がないんですけれども、第一コリント15章49節を見ると何と語っていますか私たちは土で作られたものの形を持っていたように天井の形をも持つのですと語っています。私たちは今、アダムの子孫としてこの地上に生まれました。 大空の下に属する者として生まれてきましたけれども私たちもイエス・キリストを信じて従えば天に属する者として認められるということを語っています私たちはこの目的のために信仰生活をしているわけです大空の上に属する人になるために聖書ではそれを 新たにされると表現しますね。新生新たにされること。ヨハネ3章3節に記録されていますよね。ヨハネ3章3節を見ると、人が新しく生まれなければ、神の国を見ることはできませんと語りました。その時に子デモがいましたよね。もう一度母のおなかの中に入らなければいけないのですかと語りました。 そしてイエス様はご説を見ると、ヨハネさ章書ご説に、誠にあなたに告げますと。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと。水と御霊と語っています。これは大空の上の水、神様の御言葉によって新たにされなければならないんですと語っているわけですね。新しい人にならなければいけないと。では、この下の水、下の水がどのようにしたら上の水になることはできますか 下にある水がどうやって上の水になることができるでしょうか自然の科学では蒸発と言いますよね。下にある水が太陽を十分に受ければですね、それが蒸発して上に上っていきます。気体となるわけですよね。ですから水分として空気の上に上ることはできるわけですよね。そしてその水が 集ままることにによって雲になりますすそれが上の水です私たちも神様の御言葉その太陽を光をです、ね、十分に得ることによってこの世の中に罪人として汚れた神性を歩むのではなく聖なるものとして天に属する上の水の存在として新たにされることを意味しています。 四編八十四1十一節を見ると、私たちの神は太陽であり盾ですと語っていますね。また、ヨハネ8章十二節でも、イエス様はこの世の中の光だと語られています。イエス様は世の光です。ですから、その光を私たちが十万に受けるとき、光によって満たされるときに私たちも新たにされて、新たな人として、 天にに属すするる変えられるわけですそうすればどうなりますか変化が起こるわけですよね、変化が。まず一つ目に所属が変わるわけです。この世の中に属するものから、天に属するものへと変わります。私たちはこの世の中に今暮らしています。この世の中に住んでいますけれども、所属が違うわけです。 ですから、ピリピ3章20節を見ると、私たちの国籍は天にありますと。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになると語っていますね。私たちは天に属する者として、天に国籍を置く者として、あなたにされているということです。また2番目に、私たちの考えが変えられます。天に登れば、私たちも変えられるわけですよね。変化します。 私たちの考えが思想が信じるそういう信仰が変えられるということです。上の水を飲むものはですね、結局、天の考え、天の思想によって満たされます。ローマ発祥5節から6節を見ると、肉に従う者は肉的,肉的なことをもっぱら考えますが、見たまに従う者は見たまに属することをひたすら考えます。肉の思いはであり、 見たまによる思いは命と平安ですと語っていますね。どれほど感謝ですか、皆さん。肉の思いは死ですけれども、私たちを選ばれて、見言葉をくださり、精霊によって私たちを変えられました。そして私たちを霊の考えによって満たして、命と平安を受けるものとして変えてくださいました。私たちが上に属するものとして変えてくださったわけです。どれほど感謝ですか ホロサイ三章一節から二節を見るとあなた方はまたキリストと共によみがえらされたのならば上にあるものを求めなさいとそこにはキリストが神の右に座を示していますとそして二節にあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいと語っていますねこれは神様の御言葉であり命令であります私たちは神様に属するもの天に属する上の水として暮らすならば私たちはこの地上のものではなく 上のもの、天のものを思い考えなければいけないということです。下は下の水は全て世に属するものであり、汚れたものです。ですから私たちは新たにされたにもかかわらず、また天のものではなく、下の水を思い求めてはいけないわけなんですよね。3つ目に天,地天の上の 水というのは新しい霊を受けた人を意味しています。新しい霊を受けた人。第一コリント二章、十二節を見ると、私たちは、えー、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためですと語っています。私たちは世の中の霊ではなく、神様の霊を受けているわけです。 ですから神様の心を悟って神様の御心のままああいうものとならなければいけません愛する信徒の皆さん今私たちは大空の上の水に属するものとなりましたですからこの地上にある汚れた水を求めるのではなく神様の考えと思いを持って神様に栄光を表す皆さんとなることを忍びの持って祝福いたします大きな2番目です大空の 上の水と下の水を区別された出来事の救世主的な意味について見てみましょう私たちが上の水になったというのは世の中から区別されたことを意味していますこの大空の上の水と下の水の区別された事件この出来事はどういうことかとこの出来事を説明しているそのノアの時代を私たちは見ることができるんですけれども この下の水も上の水も人を意味すると言いました。その人をですね、区別されたわけです。しかし、ノアの時代に、この堕落した世の中に罪がはびこることによって、神様がもともと創世記一章で区別されていた人間たちがもう一度一つとなりました。それが創世記六章1節から2節の御言葉に記録されています。人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、 神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見てその中から好きなものを選んで自分たちの妻としたと語っていますね。この御言葉についていろいろな解釈があるわけですけれどもこの神の子たちというのは説の子孫を意味しています。光に属するもの。 神様の御言葉を信じて歩む説の系列の御言葉、子供たち。それがこの神の子らです。私たち神様を信じて新たにされた子供たちですよね。神の子です、私たちが。そういう神の子供たち、御言葉によって区別された、その子供たちがどのようにしたんですか世の中の人の美しいのを見て、 その中から好きなものを自分が選んで自分たちの妻としたと語っていますよね。それが罪となりました。一生懸命神様は御言葉を与えて、世の中から区別して神様の子として、また綺麗な白い衣を着せて大空の水として区別したにもかかわらず、 その汚れた水、世の中の水に入っていて、また汚れたわけです。その神の子供たちが目に見えるものに誘惑されて神様を離れていきました。罪のはびこる世の中の水へと溺れていったわけです。ですから、この出来事がノア時代の出来事。 それがノアの洪水の原因となりました。神様の子供たちは大空の上の水です。人の娘たちというのは下の水ですよね。しかし、罪によってこの上と下の水がまた一緒になったわけです。一つになってしまったわけです。それで洪水の審判が起こったわけです。 この洪水の心配は何かというと、単純にですね、天から雨が降って、もう水が溢れ出たということではないわけですね。創世記7章、11節を見ると、ノアの生涯の600年目の第 2, 2の月17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたと語っています。天の水門が開かれて、巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂けて、 降りてきたと語っていますこの地上にあるまた水も溢れ出ましたどういうことかというと上の水と下の水が一緒になってしまったわけです神様が区別されたものをまた一緒にしましたこの目に見える洪水というのはただ単なる洪水ではありません霊的な状況を意味しているわけです神様が区別しておいた 神の子とを人の娘たちが一緒になってしまったため、上の水と下の水も一つとなりました。そして審判されたわけです。ノアの洪水というのは、2日目の想像を取り消したものであると語ることができます。2日目の創造を取り消した出来事です。それで 洪水の中でですね、箱舟に乗ったノアの家族だけが救いを得ました。そして他の人たちはこの地上の水となりましたよね。ノアの家族だけが上に属するものでした。しかし神様はノアの家族を捨てずに覚えられて上の水とまたしてくださったわけです。創世記8章1節から2節を見ると、ノアとまた、えー 箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜と心に留めておかれたと語っています神様はノアを覚えられそして地の上に風を吹,きす吹,き吹かせて水を乾かせましたそして水がこの地からまた離れていったわけですもう一度上の水と下の水を分けられてそして人が暮らすことのできる地上を 私たたちに備えてくださったわけですこのように神様はまた回復してくださる恵みを私たちに与えられました愛する皆さん今日私たちはこの世の中に暮らしている人間ではありますけれども私たちの頭は私たちの考えと魂はいつも天に属するものとして天に向かって歩む者として進まなければいけません 私たちは天に属する者として上のものを覚え上のものを求めて歩んでいく皆さんとなることを忍びなもって祝福いたします。イエス様がまた6章33節で語られたようにまず神の国と神の義を求めなさいと。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますと約束されました。まず神の国と神の義です。それが上のものです。上に属する 大空の水ですそれを求めればどうなりますかそれに加えてこれらのものはすべて与えられると語っています。それは何ですか何を食べようか何を飲もうか何を着ようかとこの世の中の心配事です。それをすべて神様が解決してくださると語っておられるわけですね。ですから私たちが暮らしながらいろんな問題にでき 問題に合うわけです。健康の問題や子どもたちの問題、いろいろな出来事が起こります。しかし、この大空の上の水に属するものとして歩むならば、問題はないわけです。心配する必要がないわけです。まず神の国と神の義を求める時に、神様がすべてを解決してくださり、必要なものをすべて満たしてくださるということを信じる皆さんとあることを、白身のって祝福いたします。 エペソ4章1節を見てください。エペソ4章1節に、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと語っておられますね。使徒パウロは、その召しにふさわしく歩みなさいと。私たちが神様に属するものであるならば、天に属するものであるならば、その召された召しに従う歩み、神様から喜ばれる歩みをしなさいと。 天のものを求めて、神の国と神の義を求めて、世の中に惑わされることなく、ただ目を上げて、天を望み見ながら、歩みなさいと語っておられます。そういう時に、父なる神様が私たちのすべてを解決してくださり、この世の中で必要なもの、私たちが求めなくてもすべてを知って、神様が満たしてくださることを信じてください。 世の中の心配事はただ死に導くだけであります。世の中の憂い、心配事は死に導きます。皆さん、世の中の医者もいますよね。ストレスを受ければ病気になると。ストレスはどこから来ますか世の中の心配事から来るんです。皆さん。しかし、世の中のことではなく、 神様のための心配事はですね、救いに至ると語っています。ですから私たちはこの世の中の心配事はすべて捨てて、上の水に属するものとして、これからはもっと神様の働きのために働いていくこと、また、永遠の命に向かって歩んでいく皆さんとなることを主のみなもって祝福いたします。最後に第二リント七章十節を一緒に読んで終わりたいと思います。 ダニコリント7章10節コリント人の手紙第27章10節です。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じ,ます生じさせますが世の悲しみは死をもたらします。アメンただ神様の御心にかなう歩みを成していく皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。祈ります。 愛する父なる神様感謝いたします今日も与えられた御言葉のように私たちの所属がどこなのかを悟らせてくださり私たちはこれから大空の上の水に属する者として天の思い天の考え世の中の全ての心配事を捨てて神様に全てを委ねて歩むことができるよう導いてくださいこの世の中に暮らしていますけれども天に属する者として 天を見上げながら歩むときに、この世の中のすべての問題が神様が解決してくださり必要なものをすべて満たしてくださり天を望み見るときに、この世の中の祝福も共に受けることができるように、私たちをどうか導いて守ってください。まず神の国と神の義を求める信徒となることができるよう導いてください。毎日、 大空の上の水を飲むために神様の御言葉を求めて祈る信徒となることができるよう導いてくださりこの世の中でサタンがどのような攻撃をしてくるにしてもいつも祈りつつ悪によって悪に勝つのではなく愛によってまた善をもって悪に打ち勝つことができるよう導いてください。 また私たち信徒一人一人がキリストの愛によって満たされて大きなリバイバルをなすことができるようにまた私たち家庭ごとに神様の愛と恵みが満たされますようどうか祝福してください私たちの家庭が天の国となることができるよう導いてください私たちが祈ることもできなかったすべての祈りの課題も神様が満たしてくださることを信じてイエスキリストの皆によってお祈りします。